国民生活センター。独立行政法人国民生活センターは、日本の独立行政法人。所管官庁は消費者庁。国民生活の安定及び向上に寄与するため、総合的検知から、国民生活に関する情報の提供及び、調査研究を行うとともに、重要消費者紛争について、法による解決のための手続きを実施することを目的とす。 独立行政法人国民生活センター法第3条森永ヒそミルク中毒事件やサリドマイドを契機に1970年10月1日に特殊法人として設立された2003年10月1日に独立行政法人国民生活センター法に基づき独立行政法人化された独立行政法人国民生活センター法第三条で 次のような目的が規定されている。独立行政法人国民生活センターは国民生活の安定及び向上に寄与するため総合的検知から国民生活に関する情報の提供及び調査研究を行うことを目的とする。具体的な業務としては一般消費者からの直接、間接、 地方自治体の消費生活センターを通じて、消費生活に関する相談の受付、被害情報の収集、蓄積、これに基づいた情報提供、市販商品テストや結果に基づいた企業への改善などの要請などを行っている。全国の消費生活センター、協力病院から収集した自己情報をもとに作成したリーフレット、ラジの危険を発行している。さらに、 2009年4月1日からは、重要消費者紛争を対象に、国民生活センター ADR、裁判外紛争解決手続きの制度が始まった。しかし相手方である事業者が、そもそも手続きに応じないケースも現れている。内閣府は、現行法では、悪徳業者を呼び出せないので、将来的には、法律改正して、事業者を呼び出す権限を付与する方針を固めた。 2007年、内閣総理大臣、安倍晋三により、内閣府に、国民生活センターのあり方等に関する検討会が設置され、学習院大学大学院法務研究科教授の野村豊弘が、座長に就任した。同検討会では、国民生活センターの今後のあり方が検討された。その結果、国民からの直接相談受付の廃止。 商品テストの外部機関委託化、テスト用施設、設備、測定機器の更新取り留め、といった大幅な機能縮小が提言された。これを受け、安倍は国民生活センターの大幅な機能縮小を目指したが、世論の理解を得られず、第21回参議院議員通常選挙での敗北やその後の内閣総辞職より実現は免れた。安倍の公認として、 内閣総理大臣に就任した福田康夫は一転して消費者目線を政権公約として掲げ消費者保護政策の重視を打ち出した。2007年10月26日に国民生活センターを訪れ福田は国民生活センターは大事な組織です。きちんとその仕事ができる体制があれば独立行政法人でいいと思います。民間ではちょっと無理でしょうと指摘した。 なお、現職の内閣総理大臣が国民生活センターを訪れるのは福田康夫が史上初めてである。国民生活センターでは悪徳商法から国民を守るため情報提供や注意喚起に努めているが当該業界側から圧力を受けることがある。国民生活センターではマルチ商法による被害を防ぐためパンフレットを作成、配布している。しかし、 そのパンフレットの中に、ネットワークビジネスと語って、友達を勧誘し、会員にすることでマージンを得るというマルチ商法が広がっているとの記述があったため、衆議院議員、前田祐基地が問題史国会審議で抗議する事態となった。二千七年二月二十八日の衆議院予算委員会第七文化会にて前田はパンフレットの記述に対し、マルチレベルマーケティング、 ネットワークビジネスが全て全否定だと指摘した上で海外の方が見たら笑いますよ。これはひどいじゃありませんかと抗議した。さらに国民生活センター理事の田口義明に対し恥ずかしい話だ。ぜひ、これはもう回収すべきですよ、などと要求した。ただ、2008年5月26日の参議院、決算委員会では参議院議員、 大門未起氏が前田の質問についてちょっと目に余ると名指しで指摘し消費者保護のために頑張っている国民生活センターへのこれはもう政治的圧力だと主張した。その後前田はマルチ商法業者からの政治献金を受けていたことが発覚した。消費生活専門相談員資格制度は国民生活センターが実施している内閣。 総理大臣認定の公的資格である。第23回消費者保護会議、議長、内閣総理大臣、1990年12月開催において、国民生活センター及び、各地の消費生活センターで消費者相談に携わる、相談員の能力、資質の向上等を図るため、相談業務に関わる、 公的資格制度を創設することが決議され、1991年度から実施している。資格者により全国消費生活相談員協会という全国組織も結成されている。一般に企業と消費者では企業の立場が高く悪徳業者に騙され泣き寝入りするケースが多い。そこで弱者である消費者の立場に立ち相談を受ける消費生活相談員が必要とされ、 全国の地方公共団体設置の消費生活センターで消費者相談員が消費生活に関わることについて消費者からの相談を受けている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。